ハードウィック伯爵ヨーク家の紋章の縦部分、ハードウィック伯爵は、グレートブリテン貴族の伯爵位、法律家、政治家のフィリップヨークが1754年に除されたのに始まる。初代ハードウィック伯爵フィリップヨーク法律家、フィリップヨークは、司法職のイングランド及び、ウェールズ法務総裁や、英国議会のルイス選挙区や、 シーフォード選挙区選出の庶民議員を務めた後、1733年11月23日に、クレートブリテン貴族爵位グロスター州における、ハードウィックのハードウィック男爵に上された。その後、1737年から1756年にかけて、ウォルポール内閣から第一次入閣する後、内閣までの4代の保育党政権で大法官を、務めた。 その在任中の1754年4月2日に、グレートブリテン貴族爵位ハードウィック伯爵とケンブリッジ州におけるロイストンのロイストン支爵に助せられた。三大伯、フィリップ・ヨークは、1801年から1806年にかけてアイルランド総督を務めた四大伯、チャールズ・ヨークは、海軍大将まで昇進した海軍軍人であり、かつ保守党の政治家として、 政界でも活躍し、優政長官や王子少将を務めた。六大博アルバート・ヨークも保守党の政治家としてインド省政務、次官、陸軍省政務次官を務めている。現在の党首は十大博ジョゼフ・ヨークである。住居は、ロンドン・ランズ・ダウンロード12番地にある。現党首ジョゼフ・ヨークは、以下の借を保有している。ありがとうございます。